はい、つもろぞまさかです。今回ですね、今回ね、こちら、毎月やらせていただいているボックス紹介、カバン紹介をね、していこうかなと思います。毎回ね、言ってますけど、これ意外とね、好評で、最近もね、ちょっとね、フィールド出た時に、視聴者さんとね、出会うこともあるんですけれども、その中でね、お話ししてると、この企画好きですってことを言っていただけるので、もう僕としてはね、もうただ準備して撮ってるだけなんで、むちゃくちゃ楽というか、逆に楽しい時間を記録に残せるっていう形で、結構好きな、企画となっております。はい。なんで今回はね、こちらやっていこうと思います。8月のボックス紹介という感じですね。車止めてからしっかり歩くって時になると、しっかり持ってないとね、やっぱなんか物がねなくて不安なことが結構多いので、そういう意味で結構詰め込んでやりはしております。ここからまあ削ったりとかもすることもあるんですけれども、基本的にはこれでいこうと思っております。ちなみに今ね、夜中です。明日釣り行こうかなと思ってるんですけど、まさか準備してるとこんな時間になってしまって、早寝んといけんのですけど、まあざっくりね紹介していこうかなと思います。ぜひね、皆さんのこのボックス、まあ人のボックスなんで、ね、あれですけど、こういうとこしたらいいよっていうのがあればとか、もしくはこういうの良かったですとかあればね、コメントで教えていただけると嬉しいです。ぜひ何かね、少しでも参考、まあ楽しんでいただければなと思うので、ぜひよろしくお願いします。バスジャパチャンネルでは各種の扱い方、季節ごとのバスツリー、こんな感じでボックス紹介だったりとか、もしくはタイムリーな情報だったりとか、新製品のレビューだったりとか、その他もろもろバスツリー関係の動画を投稿しています。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると嬉しいです。はい、では早速ねやっていこうと思います。はい、こちらですね。もうマイク変わらずこのバッグになっております。やっぱりね、バッグタイプいろいろね試してみたりとか、最近ね出たやつとかもいろいろねちょっと見てみたりしたんですけれども、まあ、意外とねやっぱリュックタイプって便利だなと思います。で、そうでした、これ言うの忘れてました。バスルジャパンチャンネルがね登録者数2万人を突破しました。ちょっとね、一応夜中なんで叩けないですけど、動画投稿始めて3年目になるかな、はい、2年ちょいかななるんですけれども、まあ、多くの方に登録していただいて、ちょっと毎日投稿とかもねできなくなったんですけども、それでもねやっぱ一人でも見ていただける方がおられる中で、何か少しでも、バスの楽しさっていうところをね伝えていけたんじゃないかなと思うし、まあ、僕もねやっぱ視聴者さんのおかげで、こうやってバスをもっともっと幅広く楽しめるね期間というのも増えたと思うので、本当にね YouTube やってよかったなと思っております。まあ、今後ともねまだまだね、これからどんどん伸びていこうというか、頑張っていこうというか、上を目指していこうかなと思うので、まあ、引き続きやっぱ楽しむことを忘れずにやっていけようと思うので、ぜひ今後とも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ちょっと余談が過ぎましたけども、じゃあ早速紹介していこうと思います。今回ねこちら、まあ、サイドボックスからちょっといこうと思います。今回ねちょっと変えました、形を。若干ですけど、もう外側はですねこういう感じでフックケースとか入っておりますけども、これもね正直あんま大きく変わりはございません。もう基本的には最近ねおすすめのマス張りっていうのがちょっとあるので紹介していこうと思うんですけれども、あ、パッケージがなかったな、これケージがなかったな、ということでパッケージないんですけど、これモスキート、ノガレスだかな、ノガレスさんが出してるワイルドモスキートってやつがあるんですけれども、結構太軸の針、まあ、ネコリグとか使ったりとか脳進化でもそうなんですけれども、まあ、ベイトフィネスタックル、まあ、10ポンド以上でね使ったりするもので、マス張りのフックって結構伸びたりとか腹筋がねいまいち決まらなかったりとか、結構そういうことあるんですよね。ただそのワイルドモスキートだと結構腹筋決まりやすいし、割と無茶しても針伸びなくて長く使えるんで非常におすすめです。まあちょっとパッケージピッて出していきますね。はい、こんな感じです。ぜひねマス張り困ってる方とか、ベイトフィネスちょっとパワーフィネスしたいよって人にね、おすすめのマス張りなんでね、ぜひチェックしてみてください。まあ、他はねホグショットとか、まあ、細かいものは使ってるんですけど、流儀製のものね。はい、あとはねここちょっとパッケージないんですけど、パワーインチワッキーとかもすごい使いやすかったり、最近ねザップから出たやつですね。まあ、いろんなカバー絡めて、まあ、例えばワッキーだったりとか、最近ちょっと前に動画でも紹介しましたけど、まあ、小池にねつけてこうちょっとクリティックみたいなカバー打ちで使ったりとかできるので非常におすすめです。まあ、あとオセットフックとか特にも変わりないんで、この辺もスルーしておきましょう。はい、じゃあのとの次行こうと思って、あとはねこちら、はい、ワームボックスのごちゃごちゃです。これ100均ですね、セリアさんで売ってるんですけど、これドッキングできるタイプですね。こちらねもう中身の方はこんな感じ。はい、あのワームをね以前はボックスタイプで入れてて、明宝さんのやつですね、まあ、こんな感じで入れてたんですけど、まあ、なんだかんだ言ってやっぱそんなに使わないなと思って、でもちろん僕その、まあ、YouTube 情報的な話ですけれども、まあ、新製品のレビューとかね結構するん で新製品入ったらね意外とこっちも使わなかったりとか、こっちばかり使ったりとか、その毎日がっつりね一日中釣りできるわけではないので、その中で使っていくっていう中で、まあ、あってほしいなっていうものをこちらに入れております。はい、なので基本的にこの中身っていうのはまあまあこのパッと見てまだだいぶわかると思うけど、まあカワスキャとか、ハリースライドとか、ワットイカとかブルフラットとか、まあそういう基本的なもの、あとはそこの方に、アビとかね、
でもその他ヤバくねとかもあるかな、ヤバくねとかツーウェイとか、まあ、要するに自分の中で結構こう信頼度高くて、これ困った時とか、まあ、新製品とかあんまり使わない上でその効果的に使えるものっていうのをこの中に入れております。結構ねカバンが大きめなのでこういうの入れれるかなと思います。もちろんキュッキュッと締めてあげれれば、まあ、こんな感じで使えるし、結構掘り出しても問題ないしって感じでこんな感じで入れております。はい、でこれは入れてサイドポケットに入っておりますと。はい、であと横のね、もうこれもほんま変わりないです。あと最近これかな、結構猫リフやることが多くて、で最近買いました、ようやく。あの僕直出しだったんですよ基本的に、あのワームチューブするのが。なんですけれども、これで開いて刺してあげてつるって方をね取れば、ワーム自身もねしっかり長く使えるっていうことで、まあ、ずっとね使おうと思ってるけど、わざわざこれにお金かけるのどうなのって思ってたんですけど、ちょっとやり込み具合をねしたくなって買いました。これ Amazon で、ね、1000ちょいぐらいだったんで安く手に入ってました。であとはね、こっちのサイドポケットはもうプライヤーと、糸くずバインダーが入ってるぐらいですね。はい、であとはですね、こちらのサイドも何もないんですけど、こちらねもう最近暑いんでね、お茶とか、まあ、最近やっぱりねコンビニとか行ってあの氷のやつあるじゃないですか。あ、もちろん家で凍らせばいいんですけども、まあ、お茶凍らしたりとか、まあ、カルピスとかポカリとか、まあ、あると思います。それを凍らしてポケットに入れておいて釣りしてるとねどんどん溶けてくるんで、もう多分ね1日釣りしたら余裕で、まあ結構夕方ぐらいになるとぬるくなっちゃいますけど、炎天下でするかシェードでするかで変わってきますけども、氷の入れておいて持ち歩いてしっかり熱中症予防ができるんじゃないかなということでね、ここはもうフリーにしております。はい、でサイドポケットの他はもう変わらないかな。はい、ボトムアップのメジャーとか、その他は最近これもねご質問いただくんですけど、このプライヤー、はい、プライヤー関係って結構ねやっぱ 4,5 千円したりして、まあ、わざわざそこまで買う必要ないでしょうってことで、結構安めのね買う方多いんですけど、これ Amazon でね1900円ぐらいだったかな。だからセールとか、まあ、Amazon のそのプライムとかあるとこれでめちゃくちゃ安く手に入るんでおすすめです。まあ結構ね、まあ、もちろん魚のフック外したりとか、そうだものもね、さっきもちょっとこうグッとなってるんで色の使い方もできると。でラインカッターもついてるんで、まあ、最後これで、まあ、あんま切ることないですけれども、まあ、活躍する場面多いかなと思います。でリールコードね、カバンにつけてるんで落とすこともないので非常におすすめです。結構頑丈ですし、まあ、錆も全然ないので、ぜひとも、チェックしてみてください。はい、で次こちらですね。これはフックケースじゃない、進化ケースも変わりありません。もうほぼねいじってないです、この辺は。エコリグとか、まあ、これもねちゃんと整理した方がいいなと思うんですけども、今全状この状態のままです。まあまあ開けないですね基本的には。うん、フリーリグシンカーがあったりとかぐらいで、ネコリグシンカーとか、ダウンショット、ダウンショットシンカーはね、ちょっと多めにストックしております。軽めのものから、まあ結構ね、いろいろダウンショット系とかもちょっと細かくやってみたりとかしてるので、その辺はあんま変わらないかなと思います。うん、これ飛ばします。あ、これね、ちなみにケースも結構ご質問いただくんですが、これ明宝さんのやつなんで VS シリーズであるので、まあ、安く手に入ると思います。なんか最近ね、中華製とかでもいいのがあるみたいなので、ぜひね、何かいいものあれば教えていただけると嬉しいです。はい、基本的にはもサイドポケットはこれだけでございます。最近ね、あの大変なことになって、こう外ポケットにトーナメントクローラー入れてたんですよ、メガバスの。あれラスト回ってるかビヨンって伸びるやつじゃないですか。とワームが1個だけポロッと落ちて、そうボックスを変えたのはその理由があって、ボックスからポロッと落ちたやつとトーナメントクローラーを僕がね横着なんで入れてたものが特で大変なことになったんで、はい、そういう点でちょっと今回ねこういう感じで変えさせていただいております。さっきのね出したその丸型のやつですよね、これ。これだとね、しっかり縛っとけば、もうほぼね、これも何しても多分落ちないと思うんで、ってことで、これを使っております。はい。で、中のメインボックス行ってみましょうか。今回ね、メインボックスも買いました。ドーンと、もうね、大きいものにしました。はい。もうね、今までは、まあ、結構ね、福袋とかに入ってたタイプを使ってたんですよ、こういうタイプ。ですね、はい、こういうタイプ使ってて、まあ、これも別に良かったんですよ。すごい開きやすくて、間口が大きいんで、取りやすかったんですけど、どうしてもやっぱりその、持っていく用とかにもよりますけれども、まあ、まとめた方がね、どっちしろ出したり入れたりするのも楽だし、このね、カバン的にも入れやすかったので、まあ、結構ね、今このシリーズだと非常に使いやすかったので、まあ、これちょっと後で紹介していこうと思います。先にこっちですね、ワーム系。ワーム系じゃあこっちのね、もうこれだけでも十分なんですよ。結局十分なんですけども、これ出したり入れたりするので、一応用意しておりますが、一応こっちね、メインというか、こちらをね、中心に使っていくのはこちらでございます。はい、ドンと。はい。新しく用意しました。これね、100均です。ダイソーさんで出てたんですけど、このクリアファイルシリーズで、サイドポケット付きのものが最近出てるので、これ非常に便利なんですよね。なんで中はね、ワームを入れてて、外はちょっと小物系。まあ、さっきのね、フックケースが入れればいいんですけど、買ってから入れ替えができなかったりとか、わざわざフックケースをもう一個買うのもなっていうところで、ちょっとこう、横着に入れれるってことで今回入れております。まあ、外側ね、ちょっとこう簡単に紹介していくんですけども、最近買って良かったものとかもあります。あとね、これとかね、これね、もうあの僕の地元では売ってないんですけど、このフック。
パークトフック WG とかね、これブルフラとかでも使える PK2 とか、これもあんまりね、型番ないんですよね。で、あとはミドスト用とかに使えるこういうアイ止めのやつ、まあスモーラバでもいいですね、吊るしとかでも使えるですね、固定することでアイがずれるのをね、防いでくれるっていうアイガード。これなかなかね、結構欠品だったりするんですけど、S サイズを買っております。はい。まあ、この辺もあったりとか、あとはホグショット、この辺マイクロ 2way とか用に買ったものを一応入れてるかな。で、あと最近は、これかな。まあ、これとか坂又用とかにちょっと60買ってみたいしたけど、まあ、全然使ってますね。で、あとこれ。もうめっちゃこれおすすめです。スーペリオですね。マイクロダッチとか、まあ僕この前動画でも言ったんですけど、やっぱ結構使うことが多くて、でその上で、まあ、とか、まあ、もしくは20のフックを使うもの、野良ネズミとかもあるし、いろんなものあると思います。例えば、3インチクラスのワームとかでもあるんですけれども、その中でどうしてもそのインフィニでは問題なかったんですが、ただね、結構乗らないことがあって、でその時にこのスーペリオにしました。でこれいろいろ調べたりとか、いろんなものを使ってきた結果、この20のスーペリオめちゃくちゃ良くて、フッキングめっちゃ決まるし、かつこのガッツリホールドしてくれるっていうものがね、非常にパワーもあっていいなと思います。ただね、太軸なんであんまライトリグで使うのはおすすめしないんですけど、PE で組んであげたりとか、まあ、10ポンド以上のものでベイドフィネスとかでも使えると思うので、非常にこれはおすすめの針だと思います。はい。であとね、最近ちょっと試してるのは、これちょっと教えてほしいんですけれども、これなんかダウンショットリグをこう分けて使えるやつ、まあ下野さんとかがね、教えるものなんですけど、ダウンショットフックマス張りってやつですね。これ上で結んで下でダウンショット結べるっていうものになっております。なので要するに今まではこの結んで使うものがあるので、そういうのもあるけど、今回これを使ってみたんで、ちょっと今試し中でございます。ぜひ教えてください。で、あとね、個人的に最近買ってよかったもの、これ。はい。ワームキーパー。さっきのね、チューブのワームのやつあると思うんですけど、それに加えて、こう、チューブ系のものを買ってもらいました。で、チューブって、やっぱ、いろんなストレートワーム、いろんな細さ、太さのものあると思うんですよね。で、その中で、わざわざそれをまとめて買って得るのも、まあ、いいと思うんですよ。もちろん、ガッと買って、まとめておけばいいけど、ちょっと試してみたいなっていう人におすすめなのが、これ。はい。ジーニアスプロジェクトの、オリジナルシリコンチューブってやつです。これね、3番、4番、5番、6番、8番っていうのが、まとめて入ってるんですよね。なので細さがね、こう選べるというか、自分が持ってるのが何か分からなくても、とりあえずこれを買っておけばしばらく使える。でもしそのワームをもう鉄板で使うんであれば、その番手を買ってあげればいいし、かつなんかもしかしたら新しいワーム買った時に、あ、このタイプで合うなってことで、この1個持っておけばワームチューブとして使えるので非常におすすめです。もちろん品質自体も悪くないし、別に使っててなんかちぎれたりとか伸びたりとか汚れたりとかそういうこともないのでおすすめです。はい。でもう1個ね、おすすめ、これしかもアマゾンとかで買えます。もう一個これ、ドン。ネイルシンカーですね。ネイルシンカー高いじゃないですか、普通にタングステンの。で、毎回結構ね、やっぱ抜けたりとかすることもあるし、まあロストしたりとかもすることもあると思うんですよね。で、その中でタングステンシンカー高いなと思ったら、アマゾンでちょっと探してたんですよ。YZD タングステンネイルシンカーセットってやつですね。これで25個入ってます。各サイズ。96分の1オンスから16分の1オンスね。まあ、そんなめちゃくちゃ重たいものはないんですけど、こんな感じでね、ケース付きで送られてきます。で、価格ね、普通に2個ぐらい買うぐらい、普通の、店頭で買うネイルシンカーの2つを合わせて買ったぐらいの値段で買えるので、もうめちゃくちゃ安くて使いやすいと思います。もうこれはちょっと入れてるんですけど、もちろんね、ケースは、まあ、どっちもいいよって人もいるかもしれませんけども、今使ってみて、品質も全然悪くないです。むしろね、すごい丁寧に作られてて、なんか雑でもないので、別にタングステンだから、小型でね、重たくできることもできるし、普通のそのタングステン進化とももうほぼ変わらない。で、しかも抜けにくさ、ちゃんとこうギザギザになってるので、ホールド感もあると思います。なので非常にね、もしタングステン進化ちょっとなくなったから買ってみようかなという方は、これね、Amazon であるので、もちろんね、YZD タングステンネイル進化セット、僕別に回し物ではないんですけども、これめちゃくちゃ良かったんで、おすすめです。はい。ということで、基本的にこのサイドポケットはこんな感じでもうざっくり買ったけど、こっちに入れるのもどうかなってことで、なんかもう整理するまでにここ入れておきたいよってものを入れております。で、中身ですね、ワームね、パッケージにちょっと変えました。今回使っていくものって感じですね。まあ、一個ずつ紹介していこうと思います。こちらドン。はい。もう言わずと知れた沈み虫の 2.2 インチですね。ちょっと 2.2 インチ僕一番好きなんですけれども、もうこれベイトフィネスでも使えるし、スピニングでも使えるし、まあいろんな状況下で使える沈み虫、もう沈めてあげる使い方。まあ使い方に関してはね、前回の動画で詳しく解説しているので、ぜひ見てやってほしいです。はい。あとはね、そうですね、一応試し、最近買った、はい、こちら、リトル 2way、まだ使っておりません。まあ多分ね、スモラバのトレーラーとか、まあ最近ね、視聴者さんでも教えていただいたんですけど、スモラバのトレーラーが結構いいんじゃないかっていう話で、まあセッティングをしております。まあ今後ね、使える場面があれば使っていこうかなと思います。
で、あとはこちらドン、はい、スクーパーフロッグですね。まあこれ動画の方でも紹介しましたけれども、系で使ったりとか、まあいろんなことができると思います。なので非常にね、汎用性高く使えるフロッグ系で、ダウンショットでもね、効果的に最近ね流行ってるので、それもちょっと使ってみようかなということで入れております。はい、次行こうと思います。次はこれハビット、これあれでした、スクーパーフロッグのハビット、こういうのをこの横にね入れておくとすればセットでいけますよね。はい、じゃあ次はね、こちらドン、ベローズギルの 5.8 インチ超でかいやつですね。はい、これを買ってまいりました。はい、これね、まさかのねセール価格だったんですよ。見てください、これ258円。安っすと思って、まあこれ3つ入りか、まあ少ないんですけども、1個まあ結構高いですよね。でもこれ普通に買ったら858円するんで、1個めちゃくちゃ高いんですけど、250円であって、ギル系でね、ちょっとベローズギルやっぱもうめちゃめちゃ釣れるじゃないですか。なのでこれでかいサイズ持ってなかったんで、最近買ってちょっとストックして、まあ使う場面あったら使おうかなと思っております。はい、じゃあ次ですね。次もこちら、前回と紹介したこちら、はい、スパテラですね。でね、コリグでスパテラだけじゃないですよね。スパテラ今3本ぐらい残数あって、フリックシェイクと、トルキストレートとファットリップの5インチを入れております。これちょっとまあその時使えたらという状況から、それと使いたいけどこの種類をね変えたいっていう時ね、ちょっとアソートみたいな感じして入れております。パッケージね、これ一本一本ねこう個包装にしてあるので、結構ねストレートワーム系って個包装じゃなくてざっくりこう袋に入ってるんですけど、スパテラってね結構素材柔らかいからこうバラバラにしてあるんですよね。でこれを今回ちょっとうまく使えるんじゃないかなと思って、5インチクラスまでならギリギリいけます。はい、非常におすすめです。はい、次ね、次はこちら流行りのやつです。ドン、はい、ディスタルデューバーですね。デューバーを、買ってみました。これね店頭売ってなかったね、ちょっとネットで探して買いました。ちょっと使ってみたらなかなか癖ある感じですね。はい、またこれインプレとかできたらと思ってるので、今回もざっくりという感じです。はい、じゃあ次こちら、はい、エグチャンク3インチですね。最近今年出たヒラリーと一緒に出たやつかな。はい、でまあちょっとまだ使ってないんですけど、一応使うようで入れております。あとこれも使ったけど、使ってない MS グラブですね。デプスの新しいグラブでございます。これもね皆さん使われてどうだかっていうのも教えていただけると嬉しいし、まあインプレもしていこうかなと思うんで、ちょっと今回ねちょっと先出ししております。で、あとは、ロングワームですね。ロングワームはこちら、カットテール10インチと、まあ、ロングエアもちょっと今回持ってきてないんですけども、10インチとかロングワームも一応ストックでいっておいてます。以上がワームですね。これにさっきの丸型のものを加えて、一応セットでやってるっていう感じでございます。ですね、結構厚さもね、そんな大量に入れてないんで全然膨らまないんでいけます。はい、で、こちらメインボックスですね、ドンと。はい、こんな感じでございます。はい。まあ基本的にこう通仕切りにしてて、まあこっちがメインボックスって形ですね。こんなにいらないんで出そうと思います。詰め込みすぎました。はい。まあ頭回ってないんでね。まあアベンタ RSR とキラーディとかギルドベビーとかタイニークラッシュダッチとか、あとレベルクランクとかね。レベルクランクとかもね、クランクってまあ効果的ってお話をしたんですけれども、レベルクランクこの時期で、ね、夏場とかもこういうなんかちょっと細かいものっていうのは非常に効果的です。クランク要素というよりはどっちかとシャット寄りな使い方もできるし、まあ、沈むクランクなんでね、早巻きで仕掛けることもできます。で、ジグ系もね、ちょこちょこ入れてって、マスタージグだったりとか、これボトムアップのジグですね、とか、NZ のジュニアだったりとか、イボークゼロとか、まあ、AK チャーターとかね、あとはこちらが最近、ちょっとこれもね、インプレしようと思って今出してる、使ってる最中なんですけど、これヒラトップとか、まあ、いろいろあります。あとは、細かいフロッグ系もね、一応ここにも入れてます。バシリスキーとか、あとは、これね、スカッターフロッグ、これ秋になるとねめちゃくちゃ強いんで、涼しくなってね来るこの8月の終わり頃から活躍するのがこのフロッグでございます。で、あとはスピナーベイとアパッチだったりとか、あとベリーアビノとかね、まあ、この辺も入れてたりとか、ゾーイとか、まあその辺もろもろでも思いついたもの、これいけそうだなっていうのをね詰め込んでおります。今回出したって大変なことになるんで、今回出しませんということでこんな感じです。ここからねもうざっくり出していただいて、結構強めのルアーが多めかなと思います。で、こっちはねバイブレーションとエラストマ素材系を入れてます。まあハドエラとかね、ハドエラ3インチだったりとか、コイケだったりとか、ノラネズミとか、あとレベルバイブーストを 14g、11g と 7g かなを入れております。あと GI もこっち、 GI テールがね溶けるんで要注意ですね。はい、ダークスリーパーとかも入れております。夏とか結構ダークスリーパー使えるんでね、まあ、バイブレーション系、あとレベルバイブオリジナルとかその辺を合わせてこちらに収納しております。まあ、基本的に冬場で使えるエラストマー系使えるミントみたいなものを入れて夏に活躍するかなっていうものをまとめてさせていただいております。はい、じゃあ今回こちらね8月のタックルボックスを紹介していきました。バッグとかね、はい、まあ結構ねシンプルになったかと思いきや、ごちゃごちゃ毎回言われるんですけども、入れすぎでしょと、もうその通りだと思います。まあ僕はこのスタイルでいこうと思うんですけれども、まあこの中で使っていけるもの使っていけないものというか、まあ全て使えるんですけどね、ほんと宝の持ち腐れだなと思うんですけども、あ、これとかもあったか、ジョリーとかね、
ジョリーも一応買ってるんですよ。ジョリーとかもインプレしようと思ってはできてません、はい、まだ使ってないんでねっていうものもいっぱいある中で、どういう使い方をしていこうかなってことで今回これを用意しております。でワームの収納方法とかもね、非常にいろいろこんな感じでいろいろ試しながらやってるので、ぜひ何か少しでもこう、あ、こういうことやってみたらいいなっていうのをね、ひらめけばなと思っております。個人的にはね、このネイルシンカーとかこっちのチューブとかね、非常におすすめなんで、もし欲しい方いたらチェックしてみてください。はい、では今回は以上になります。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。